この一騎打ちで満を持しておりましたが、どうやらドリーファンクジュニアの姿が見えました。弟がまたしても決められましたので、ドリーファンクジュニア、そして再びシーク、シークがどうやら反対側の花道、あ、見えます、白いベールが見えます。さあまた大変ないわき大会の二の舞を演じております。各選手6人の選手が入り乱れました。さあどの選手を追ってまいりましょうか。シークのベールが見えます。まだ衣装を取っていません。シークのベール頭だけが見えますが、しかし場内がもうかなり混乱しております。ドリーファンクジュニアとザ・シーク名イベントのカードでありますが、もう始まっていますね。そうですね、もう始まってますね、はい、さあドリーファンクジュニアがここでやっと難しい関門を通りまして、今リングに登場。シークがもう始まっています。シークが勝負の終わりですね、両チームカウントアウトです。カウントアウト、はい、わかりました。さあドリーファンクジュニアとザ・シークの一騎打ちでありますけれども、一騎打ちでありますけれども、まだ名イベントのゴングは鳴っておりませんが、鳴っておりませんが、城樋口レフリーも、きれいに両チームを控え室の方にドレッシングルームの方に分けようといったところでありますけれども、リング上では名イベントで争われます。ドリーファンクジュニアとザ・シークの60分3本勝負でありますが、もうすでに始まっているような表情、リング外では青田のブッチャーの動き、ちょっとご注目いただきたいと思います。青田のブッチャーが睨みを利かせておりますが、リングの上ではザ・シークと、ドリーファンクジュニアがやっております。ドリーの額が破れましたね、額が破れましたね。今セミファイナルの結果が入りましたけれども、引き分けですか。場外乱闘で引き分けというようなう、ね、アナウンス、かすかに私どもの耳に入りました。これから名イベントをお送りしたいと思いますけれども、さあいよいよ今ハラリングアナウンサーが、ゴングを打ち鳴らしました。一つこの名イベントは松永アナウンサーの実況でお伝えします。松永さんどうぞ。どうやらメインイベントが始まったようでありますが、それにしてもセミハイナル次に塗られました。ドリファンクジュニアとザ・シークの一騎打ち、思いよくては3年越しの構想でありますが、早くもシークが狂気を持っての攻撃、ドリファンクジュニアの期待が割れたようですね。山田さん、そうですね、はい、あの完全に割れてますね。端正な顔のドリファンクジュニアですが、リングサイドはアブドラブッチャーがまだ帰りません。ブッチャーが帰りません。見ています、リングに上がってまいりました。シーク緑色の鉄の棒、ドリーファンクジュニアです。この一戦正統派のドリーファンクジュニア、昨年の復讐に燃えているザ・シーク、レフリーの城樋口がキックいたしまして、狂気をリングの外に放り出しましたね。そうですね、はい、これは非常にいい勝負ですね、はい、あとパンチが、この試合はですね60分3本勝負ということなんですが、記者会見では無制限1本勝負というふうになっていたんですが、しかしね、はい、やっぱりね圧倒ナンバーワンとね正義派ナンバーワン、はい、ブッチャーが放送席の機材を持ってリング内に入れようといたしましたが、ブッチャーが帰りません。不気味です。大きな姿、放送席の目の前、ドリーファンクジュニアの正統派のレスリング、一方のザ・シーク、アラビアの怪人、反則の名人であります。世界のレスラーの中でこれほど嫌われる人はいません。さあドリーファンクジュニアにアブドラ・ブッチャーがリングの外攻撃を加える、加えるとエルボードロップ、エルボードロップ、ドクアリ殺法であります。アブドラブッチャーがリングの外でドリーファンクジュニアをノックアウト、ドリーファンクジュニアをノックアウトです。ジュニアは立てません、ジュニア立てない、ジュニア立てない、アブドラブッチャーがエルボードロップ。いやードリーのダメージはどうですか。かなり大きそうですね。やっと立った、やっと立ったドリーファンクジュニアです。やっと立ちました、やっと立った。アブドラブッチャーがまだ怒りが収まりません。第3カメラを狙ってやっと控え室に帰るところ、来週の放送はテリーとの一騎打ちだが、さあ危ない、ドリーファンクジュニア危ないぞ、危ないぞ、カウントカウント3、カウント3が入りました、カウント3が入りました。60分3本勝負、1本目シークが先制ゴールですね。2分14秒ザ・シークが先制。最後ですね、凶器を使って喉を刺して、この後ですね、自分の片手はロープを捕まえてました、はい、この辺りさすがにね、超一流の悪党だけあってね、実にうまいですね。と言いますと、二段攻撃の狂気を用意したわけですね。そうですね、ご覧ください、この表情です。アラビアの怪人、昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦、左手の甲をこのドリーファンクジュニアにズタズタにやられました。その復讐です、その復讐です。ザ・シーク一本目を取りました。ザ・シークであります。放送席にやってまいりましたが、右手には凶器を持っています。本当に私どもは怖い、怖いです。客席に割って入りますが、リングの中はドリーファンクジュニアが伸びている。放送席のちょうど横です。右手に凶器を持っているザ・シーク、ゆっくりと今リングの中に入ります。
当に怖い男です。いやこのザ・シークはもう本当に世界の中で一番嫌われるレスラーですね。そうですね、はい、本当に悪党ナンバーワン。そして一方のですねジュニアもねもうナンバーワンの正統派ですから、これは面白くなりそうですね、はい、3時間1本目ザ・シークが先制。この後2本目が始まります。日本テレビの全日本プロレス中継、この放送は松戸運動公園体育館より全国のプロレスファンの皆様にお送りしています。さあ2本目です。右手に持っていたこの提灯、そうですね、10センチほどの鋭利のこれは切り取った、そうですね、何かね、はい、あの白いね、はい、あの棒のようなものですね。昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦途中で帰国するという、あっと賛成な顔、ドリーファンクジュニアの左のこめかみのあたり出血です。ドリーファンクジュニアの正統派のレスリング、ザ・シークの悪のレスリング対決ですが、今のところザ・シークが1本の先制、2本目に入っています。今のところジュニアが勝てませんね。そうですね、しかしシークもね、はい、かなり出血してるんですがね、やっぱりもう先制攻撃をかけてますね。ドリーファンクジュニアはご存知のように世界ヘビー級のチャンピオンとして4年3ヶ月の長きにわたって君臨しました。世界チャンピオンの誇りがあると、ドリーファンクジュニア世界チャンピオン、元世界チャンピオンの誇りです。なんとか一勝報いたい。ザ・シークはまた今度はどうでしょう、喉元のあたりでしょうか、狂気攻撃です。本当に狂気を持ったら何をするかわからない狂ったアラビアの怪人です。いやー白い狂気がですね真っ赤になっている。お客様が次から次とアキカンが投げます。アキカンは危ない、投げないでください。おっとケリーがやってきた、ケリーがやってまいりました。ケリーもこのザ・シークにやられた、ザ・シークにやられました。ケリーが入りました。もう右の耳はズタズタ、ジャンボも来ましたね。ジャンボ鶴田が後ろから入るなというふうに抑えていますが、やはり勝負は勝負ですもんね。そうですね、やっぱり1対1の、ね、はい、勝負ですから、ここで入っちゃいけませんね。一騎打ちです。もしここでペリーが入るとね、ペリーが反則負けを食ってしまうんですね。そうですね、はい、そうするとストレートで負けになりますからね。そうです。1本目はザ・シークが先制。おっと外人サイドの花道、アブドララ・ブッチャーをやってきている。これは昨年の世界最強タッグ決定リーグ戦の二の舞になるのでしょうか。ブッチャーも入ってきた。ザ・シークが右手にまだ凶器を持っている。ああしかし今、はい、なんかドリーの手を上げようとしてますね。これはおそらく反則を取ったんじゃないでしょうか。なるほど、原リングアナウンサーが、おっと、ザ・シークの反則ですね。そうですね、ザ・シークの反則を取りました。勝負の方は1対1という風になりまして、1本目ザ・シーク、2本目ドリーファンクジュニア。勝負の方は3本目に入りますが、ケリーが入ろうとする、鶴田がやめさせようとするが、ザ・シークがキック。アブドラ・ブッチャーもいる。ものすごい睨み合いです、リング上。勝負はいよいよ3本目に入ります。なんとかあの狂気を取ってほしいですね。3本目が始まりました。さあそのままローリングクラッチホールド、エビ固めどうだ。ローリングクラッチホールド決まったぞ。逆転です。13秒3本目逆転。トリーマンクジュリアがザ・シークを破った、復讐を果たしました。さあテリー、ドリー、ジュリア、そしてテリー、ジャンボ・クルタもやってきた。リング上はものすごい目まぐるしい攻防です。いやーこの狂気を取りました。トリーマンクジュリアは狂気を取った。トリーマンクジュリアは狂気を取ってザ・シークに一発お返し。ザ・シークの額にギザギザの額にお返しです。やはり三人袋の尾が切れましたね。そうですね、はい、ケリーはブッチャーをやっつけている。おっとザ・シークが狂った瞳です。放送席の目の前、記者席の机に上がっている。椅子を投げ倒します。椅子を直し倒します。おっとブッチャーをやってた。放送席、私どもの係員に送りつかりました。まるで出場がありません。マット運動公園体育館、もうありのとおり出すように、ブッチャーとしてシークの攻撃でお客様が右往左往しています。ザ・シーク、そしてアブドラのブッチャー、まあ、ブッチャーとですね、テリーは来週の放送金沢で対決ですね。そうですね、はい、俺たちは負けていないというふうに言ってますよ。わかった。放送席を壊しました。アブドラのブッチャーそしてザ・シーク、2人にとりますとですね、反則負けということは全く関係ないようですが、おっと放送席、私どもを睨みつけています。目を合わせた危ない、何をするか分かりません。まるで分からない。
今度私どものカメラを襲っている。本当に狂った二人であります。史上最悪の狂気反則コンビ、ザ・シーク、アブダナ・ブッチャー、ブッチャーがまた前を襲いかかった。これは私どものマイクのコードを長く伸ばしてくれる係員です。やられました、ブッチャーとシークです。本当に反則を恐れませんね。そうですね、はい、本当にね、全く何者も恐れないと、恐ろしい目ですね、はい、しかし正統派、さすがドリーファンジュニア、逆転勝ちのローリングクラッチ行動はさすがですね。そうですね、はい、最後に決めたのローリングクラッチ、これは非常に良かったですね。ドリーファンジュニア、こめかみを破られましたが、勝負の方はザ・シークと一騎打ち、ザ・シークを2対1破っています。リング上はドリーファンクジュニアとテリーファンク、アブドラザ・ブッチャーがやっています。アブドラザ・ブッチャーがやってきている。おっと、これは出口から外に出ますね。そうですね、障害戦になるでしょうか。それにしても、ね、今日の試合、一応60分3本勝負ということでですね、はい、お互いにね、いいフォールもありましたし、非常にね、内容のある迫力十分な試合でしたね、はい。ドリーファンクジュニアとザ・シークの注目の一騎打ち、ドリーファンクジュニアが逆転で鮮やかにアラビアの怪人ザ・シークを破っています。これでですね、来週の放送は金沢からでのアブダナ・ブッチャーとドリーファンクの一騎打ち、はい、またまた面白くなりますね。そうですね、はい、本当に素晴らしい視点になると思います、リングの中です。リングの中、ジャンボ・キルタ、そしてテリーとドリーのザ・ファンクス、お客さんの歓声に応えています。しかしテリーの傷が心配されますが、本当にこのザ・ファンクスという兄弟はさすがに元世界チャンピオンという、そういった風格がありますね。素晴らしい兄弟ですね、日本のファンを十分に堪能させます。世界のザ・ファンクス、そしてジャンボ・ツルタ、松戸運動公園体育館、超満員のお客さんに歓声に応えています。来週の放送は金沢からのアウトドア・ブッチャーとテリーファンクの一騎打ち、どういった試合になるでしょうか。テリーファンクです。どうやらテリーファンク元気を取り戻したようです。さあ、テリーコール、テリーコール、スピニングトーホールド、殿下の宝刀スピニングトーホールド、ドリーファンクシニアからドリーファンクジュニアへ、ドリーファンクジュニアからこのテリーファンクへ受け継がれました。スピニングトーホールド2回転、スピニングトーホールドが決まっています。さあ、テリーコールであります。アブダラドブッチャー、アブダラドブッチャー、おー、狂気が見えたぞ、今狂気が見えました。一緒の時にこのフォークで左の腕をズタズタにされました。さあ、まだ狂気が光ります、ピカッと光ります。もものあたりですね、ももに突き刺しました、アブダラドブッチャーです。果たしてももが裂けるか、割れるか、ももが裂けるか、あーっと止まらない、右のもも、右のもも、もものちょっとした関節のあたりです。